はい、ゆるさんの合格発表でございます。はい、北見工業大学は、ちょっと後期ですね、受けた。そう、中期は熱出て行けなかったんで。東洋大学の総合情報、はい、東京理科大学の医学部第2部、学部2部という。はい、ありがとうございました。むちちゃんです。さあ、はい、ユーロ来ました。こんにちは。はい、ユーロさんの合格発表でございます。はい、なんで、ジャージと思いきや就活みたいな。なんでそんな格好なんで、はい、叩かれるから。叩かれるから。ちゃんとしろ。ジャージに何も着てなかったでしょ、別に。全然下は、下は全然ジャージみたいな格好ですけど。はい、じゃあ、見ていきたいと思います。もうこんな朝からですが、はい、合格発表です。はい、行きましょう。はい、まずどこでしたっけ。東洋大学の総合情報、はい、そうですね、受けたのが東洋大学総合情報と、あとが東京理科大学の医学部第2部、医学部2部ということで、はい、理系でございますので、はい、そこを、はい、受けた結果でございます。まあ、後期とあと理科大の2部は遅いので、はいはい、なんでそういう感じでございます。はい、で、東洋はどういう科目で受けたの。英語と数学で受験しました。英数だけなわけですね。英数だけで、はい、後期なんで2科目です。はいはいはい、あ、後期は2科目で、前期は3科目なの。前期はそうですね、3科目とか得意なやつ、3科目やるんですけど、得意なやつだけなんか2科目選ぶみたいな。ああ、なるほど。高得点。はい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 、なるほど。選んでくれるわけですね、向こう側が。で、今回のはもう2科目あって2科目とも受ける。できたんすか。いや、もう全然。はい。ちょっと英数できないって。はい。もう、あ、で、そうだ、あれ受けたのはどうだったんですか、国立の。あ、北見。そう、北見、北見科学、北見工業大学、工業大学ですね、はい、北見工業大学は、ちょっと後期ですね、受けた。そう、中期は熱出て行けなかったんで、はい、記述なんで、もうワンチャンがない気がする。あ、記述、何の科目。あ、数学と科学なんですけど、うん、数学と科学、あ、理系科目だけですね。だから共通テストとですね、全部埋めたけど、うん、どうだろう。だからさ、共通テストは嘘なんじゃないかって。あ、多分もう採点ミスもやってると思うんですよ。減点方式でやってたから、もうごっそり引いてないところがあったりとか。なるほどね。じゃあ採点、だから、申し不正です。もしじゃねえよ。まあ、もしじゃねえよ。もし不正だと誰かの立場が変わっちゃうから問題だけど、自己採点のミスなら誰にも迷惑かけてないから。もしじゃないからね。本番ですから。本番ですから。自己採点だから別に誰かに迷惑かかってない。ああ、なるほどね。それでまた受験生に失礼だって考えまあまあまあ。それで、じゃあ、まあね、だから開示やってくださいってすごい来てたからね。やりますよ。開示っていつあんの。4月1日以降にお家に届くんじゃないですか。ああ、そうなんだ。じゃあまあその時。いい、去年はやったの。去年は来ましたけど。ああ、やったんだね、去年も。じゃあまあまあまあ、そういう感じで。はい、はい、では行きましょう。あ、東洋大のサイトにあるんだ、ね、あ、はい、受かろとかじゃなくて、はい、じゃあそこで見ていきたいと思います。果たして、お、これ何、お知らせ、合格発表、合格、まだですね、はい、これです。もう出てる、はい、落ち落ち、あ、もうこれでも見えないか、これちっちゃいから見えないか、はい、どうって、落ちました、はい、家からドイツだったけど白山なんだ。あ、違います、これは川越、ああ川越、埼玉なんだ。川越だから遠すぎて行けないから、なるほど、あ、白山の方はね近いから。そうですね、ここはいい学校だと思うけど、キャンパスが離れすぎてて行きたくないなっていう。なるほどね、川越は確かに東武東上線だっけ。それでバーッと上に行くやつだと思いますけど、さあ、わかりました、東洋。じゃあ次が理科大ですね。受かろう。はい、受かろうなんだ。で、理科大の受験は科目は？科目が3科目で、うん、数学と英語と科学科なんで科学を受けました。ああ、数、英、科学、はい。この物価。ハロー、ああ、落ちてる。早いよ、開けないよ、はい、あ、まあいいや、これ受かろう見せらんないでもね。なんだ、落ちです。落ちです。早い早い、落ち、尺がめっちゃ短い。もうそんな、
コメントに単純に実力不足って書かれてました。そうですね、もうそれは反論はできません。はい、そうか。でも受かったのはだから電気代の2部と千葉工業、はい、でも千葉工業行かないって言ってたから、ちょっと遠すぎる。じゃあと電気代後期と電気代2部、あ、電気代2部だ。そう、電気代2部には行くのか行かないのかですよ、そもそも。あ、行きたいと思います。あ、行きたいんだ。そうですね、もう受験はしせんぞと。あのせっかく工学部受かったんで行きたいなと思ってて、うんうんうん、だってすごいメッセージが来てたのがさ、はい、いや電気代だって、そうそう、理科代か電気代かって言ってて、電気代だって留年するよって来てた、いっぱい。あ、大丈夫です。電気代も厳しいよって言ってたけど、うん、まあ、そういうのもあるんで、じゃあ電気代には行く予定であると。そうです、まあ、最後でもね、まあ、北見が受かってから考える、受かったか落ちたかでそれで、うん、まあ、最終的な決断はすると思うんですが、でももう浪人はしたくないと。そうですね、はい、そうですね。だから基本的に僕はそう塾予備校に関して文句を言わないっていうのが、まあ、一応のルールとなってますね、この企画で。僕がこう発信してその塾の指導や予備校の指導にね、なんか影響が出ちゃうのも良くないと思ってたし、あとあんまり大手じゃない場合はちょっと名前を言うのもあれなんで、はい、伏せて。個人塾を攻撃は、そうそうそう、それはやばいと思うので、はい、伏せてやってきたのでこういう結果でございましたが、はい、上がらなすぎでしょ成績、さすがにちょっとまずいですね。さすがにやっぱりね、そう、そういうだ、横山と和子は、ね、行ってない状況だった。まあまあ横山最終的になんだっけ、どっか英語だけ行くようになったんで、やってましたけど、だからそこで英語を言えなくなっちゃったんですけど、そうそうそう、塾通ってない人だったら言いますんで、そのやっぱ塾の指導に文句言っちゃったらそれはやっぱりダメなので、だから募集の段階で、そうですね、その塾の指導に文句を言わないっていうのが一応ありますんで、だから塾行ってない人と、だからバンバン突っ込めるのは早稲郷行ってる人と武田塾行ってる人ですね。その人たちには関連の塾行ってる人は、そうです、こっち言っても大丈夫なんで、それそのまま通じるというか、そのまま話すことができるので、直接に。だからそれだったらいろいろ喋ることはできますが、それ以外は文句が言えないという一応の、はい、ものなんですが、それにしたってやばい、それにしたってさ、ちょっとまあ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 、ね、まあ、バイトしてたのも良くなかったですけど、ね、そうですね、まあ、去年はどこも受からなかったんで、まあ、うん、マシマシじゃないわ。1年やって、ああ1年やって、そうですね、やっぱりね、ちゃんと自分でできるようにならなきゃいけないってことさ、まあ、授業を受けてるだけじゃダメです、きちんと、うんうん、ね、そうだ、講習がって言ってたけどさ、講習をこの日は受けなきゃねとかって、いや、いろいろやってるけどそうじゃねえよとか言いながら、そもそも模試受けてないしさ、もうそうですね、自分がアウトプットするのをやるっていうようにしないといけません。で、次のあのメンバーになりたいです、なりたいですはいろんな人が来てるんですけど、まあ、まだ募集始めてないんで、ただオーディション自体は4月、多分最初の週の土日になるんじゃないかなと思ってます。はい、今のところスケジュールを見る限り、ちょっとこのあとイギリス行って、その後春季講習で最後の週が全部埋まってしまうので、え、はい、現メンバーだったらオーディションなしで繰り上がりね、レギュラーですか。そうなんじゃない、分からんけどね。じゃあオーディション突破、オーディション突破なんじゃない、だって来る人ってなってますからね。あなたとどうでも電気代電気代行くんでしょ。仮面浪人できんの、忙しそうだけど電気代はということになります、はい、ということで、はい、残りは横山とユーロの国立、はい、ユーロの国立と横山の補欠の結果ですね、なりますので、はい、そちらを待っていてくださいということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。電気ポチン、はい、やば、それはまあリモートでやるのかな。